この大きい子ね、大きい子が、クーパーです。クーパー、クーパー、クーパージャンプ大好きやね。クーパーこっち来て、お座り。クーパー、クーパーこっち向いて、クーパーこっち向いて、クーパーこっち向いて、よーし、はいはい、よし、いい子やね。はい、後で体重測ります。はい、でクーパーに遊ぼうって言っているのがセドナです。お泊まりのね、セドナ。はい、はい、クーパーの体重測ります。 2.65 キロです。もう一回 2.65 キロです。もう一回ちょっと測ろうかね。測ります、クーパーちゃん。2.65 です。 2.65。 はい、クーパーほら、クーパー、まあ 2.65 ということはタイニーサイズですね。これでタイニーサイズです。割と抱き心地もしっかりしてて、お肉もねちゃんとついてます。太りすぎでもないですし、ちょうどいい感じかなと思います。で、はい、足はね長い方かな、長い目の方だと思いますよ。はい、よしよし。クーパーね、この子は、男の子ですけど、とってもね甘えたさんです。もうなんかいつも一緒にいたいし、構ってほしいワンちゃんですな。はい、よしよし、よしよし。はい、クーパーこっち向いて。でね、ジャンプも大好きですね。なんかアジリティみたいなのとかさせてあげても喜ぶかもしれないですね。元気印の、男の子です。楽しそうやね、セドナ。楽しそうやね。はい、息子のちんまいやつもいます。クーパー、クーパー、はい、よしよし。クーパーちゃん、クーパーちゃんほら、はいはいクーパーおいで、クーパー、はい、クーパーさん、よし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 。かわいいね。なんかこうやってね、甘えん坊さんですからね、甘えん坊さんですから、こうやって。はい、あ、体重測ったね、クーパーね。 2.65 キロ。はい、クーパー、よし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 。はい、いい子ですね。クーパーさんいい子ですね。今日は、撮影してる今日は6月の14日です。2019年です。2019年6月の14日で、このクーパーは2017年の11月17だったかな、日生まれです。11月17日生まれです。なので、1歳になってます。1歳と、半年ちょっと超えたとこですね、クーパー。まあしっかりした、体格になってきてます。ご飯もちゃんと食べてくれますので、やりやすいと思います。もう体格的にはもう出来上がってますしね。ちょっと耳がかいんやね。耳汚れてたんかなね。はい、クーパーさん、クーパーさんこんな感じです。こんな感じです。こんな感じですね。はい、クーパーお顔を見せてあげてください。はい、こんな感じです。はい、